こんばんは。今日も一日音楽鑑賞しておりました。いろいろ洋楽ばっかり聞いてました。マライア・キャリーの、なんて読むのやろ、ザ・読まれへん、これの日本版っていうか、DVD 付きと CD のみのやつ2枚持ってたんで、偶然2枚とも聞いてました。入ってる曲は全く同じなんですけど、こっち側は DVD がついてて、こっち側は CD のみっていう感じですね。このアルバム、マライア・キャリーの、よかったです。で、エリック・クラプトン、オーガスト、これも良かったです。癒される音楽でした。おすすめできます。で、クイーンのなんやろ、あのライブの CD で2枚組、よかったです。これも当然ながらよかったです。おすすめできます。で、この人名前なんて言うんやったっけ、この人有名な人ですよね。アブリル・ラビーンですね。有名な人です。この人のも2枚、別々のアルバムやけど、2種類聴いておりました。こっち側はレッドゴーっていう、どっちもおすすめできるアルバムです。で、ミスターピグ、これもおすすめできるアルバムです。ベテランの人ですよね。ホワイトイフっていうアルバムで、まあロックアルバムでしたけど、よかったです。これ再結成して最初に出したアルバムっぽいですね。このメンバーで、ここに書いてます。見えるかな、
で、これは UB なんていうものやろ、 UB40 っていいんかな。知ってる曲入ってました、1曲だけ。多分有名なバンドやと思うんですけど、僕が、名前っていうか知らないだけやと思うんですけど、知ってる曲は入ってたんでよかったです。これはアルマゲドンのサウンドトラックですね。これも良かったです。まあどれもみんな古いアルバムばかりなので、中古で安くで売ってると思います。僕も前に中古で安くで買った、安くでっていうか、僕の場合はヤフーオークションで買ったんで、運賃とかが高くついてしまって、ちょっと高くなっちゃったけど、ブックオフとかであったら、古本市場とかやったら安くで売ってると思います。もう今やったら、だからおすすめできます。安い値段で、音楽で癒されるなら、暑いんでね、今外出ていくのだから、音楽でも聴いて、涼しいクーラー聴いたところで音楽でも聴いて癒されてください。疲れた癒しに、心に、まだ盆休みなんかな、世間的には、一般会社ではまだ盆休み中かな、まだ今日はもう終わるんか、今日もう15日やから、明日ぐらい、今日日にち変わっちゃったんで、今夜中の深夜0時なんですよね、15日の。だからまだ盆休み、ギリギリ盆休みやと思うんで、一般会社では。だからあともう1日ぐらい音楽鑑賞してみてはいかがでしょうか。何を言ってんだ俺は、下回ってないな。とりあえずでももう睡眠薬飲んで寝ますんで、日にち回っちゃったんで、昨日はね睡眠薬飲む遅くなっちゃってね、居眠りこいてしまって、睡眠薬を飲み忘れててね、飲んだ時はちょっと遅かったんですけど、慌てて飲んでね、途中で目が覚めて、それでは、また CD 音楽を聴きながらこのまま眠りたいと思います。
音楽鑑賞しながら寝落ちしたいと思います。それでは皆さん、いい夜をお過ごしください。おやすみなさい。バイバーイ。